はい、自営業専門税理士川南です。本日の動画はですね、今更聞けない確定申告シーズンに入ったけれども何から学べばいいの、そんな方向けの動画になっております。自営業フリーランスの方で自分で確定申告をしている、今年もしなければならないという方は学ぶしかありませんので、一緒に頑張っていきましょう。私はオンラインサロンの運営とビジネス本を2冊出版しております。そして各 SNS は総フォロワーが23万人を超えておりまして、 TikTok、インスタ、ツイッター、ボイシーとやっておりますので、よろしくお願いします。今紹介したものはすべて概要欄のリンクから飛べるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。それでは早速本日の動画も行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、今更聞けない令和4年分確定申告、一体どこから手をつければいいのを動画で順番に解説していきたいと思います。本日の内容です。もうね、確定申告シーズンに入ってきて焦ってる方たくさんいると思うんですよ。もう何からすればいいの、今更聞けないっていうようなねことを今回動画で紹介していきたいと思います。まず確定申告について基礎編を紹介します。そして今更聞けない3つのことということで絞りました。今更聞けない1つ目、経費って何。2つ目が青色と白色があるっていう風になんとなく聞いたんだけど、青色と白色って今更聞けないけど何ですか。そして3つ目、どうやって手をつけるのか教えてください。ということで、この今更聞けない3つのポイントに絞って確定申告について紹介していきます。そして最後に確定申告のね気をつけるポイントを紹介してますので、動画最後の方までお聞きになってください。それではまず次のスライドで確定申告について解説していきます。確定申告の基本ということで、まず確定申告はどういったものなのかと言いますと、まずあなたの1年間のビジネスの結果報告になります。これが確定申告だというふうに思ってください。こちら1年間のビジネスの結果を報告するために税金を自分で計算して自分のお住まいの税務署に提出をするというのが基本のルールです。そして提出期限は2月の16日から3月の15日までというのが今年の確定申告になっております。提出方法は窓口に持参するか郵送をする、または e-tax、 これは電子申告と呼ばれるものですね、の3種類があります。令和4年分の1月1日から12月31日のあなたの1年間のビジネスの結果を確定申告ということで、令和5年の3月15日までに基本的には提出してくださいねという流れになります。確定申告の締め切りは原則3月15日までなんですが、今回の確定申告もコロナの影響でね、どうしても提出できなかったっていう方向けに延長とまではいかないんですけど、書類が別途もう1枚必要になるんですけど、その理由を書いて書類を提出すれば確定申告の提出期限がこの3月15日までではなくても大丈夫ですよっていうルールも一応ありますので、頭に入れておいてください。かといってね、コロナの影響じゃないのに延長してしまうというのはやっぱ期限外申告になる可能性もありますので、基本は3月15日が締め切りと思って動いていってください。そして確定申告の基本2つ目なんですけど、一体確定申告で、ね、どのように税金を計算してるかと言いますと、あなたのビジネスの1年間の売上から使った経費を差し引いた利益、要は儲けに対して税金税率がかかってくるというふうに思ってください。こちらね、表になってますので、こちらの表の方見ていただけると理解しやすいかなというふうに思います。売上から経費を引いた利益をまず出すということがね、確定申告の基本の流れになります。はい、それでは早速ね、今更聞けないやつを 1,2,3 と順番に見ていきたいと思います。今更聞けない1つ目、経費って一体何ですかについて解説していきます。まず経費とはなんですけど、ポイントがあります。経費ってどういったものを経費というかというと、1つ目、事業で使ったお金であること。それはそうですよね、事業ビジネスに関わるお金、使ったお金ではないと経費ではありません。そしてもう一つのポイントは、売上につながるための支出です。経費というのはこの使ったお金がその年または後々売上につながるような支出でないといけません。そしてもう一つポイントが、証拠があることですね。レシートと領収書などなど何かしらの証拠を残しておくということが重要になります。この3つに該当しますと基本的に経費とすることができます。意外と経費っていうのは、これは経費ですよとか、これは絶対に経費になるみたいな法律やルールっていうのはないんですね。このポイントでしか判断ができないので、それが故に皆さんが、自分はねこれ経費にしたよとか、いや私はしていないよとかいう、この経費論争っていうのが起こる原因はこれが原因です。では逆に経費にならないものを挙げますね。こちらね、まあ皆さんも分かってると思いますけど、プライベートの支出は経費にもちろんなりません。例えば家族旅行や自分の食費、また健康診断などなど、プライベートに関する支出っていうのは経費になりませんので、お気をつけください。
付けください。そして所得税や住民税というのは事業ではなくて自分の税金になりますので、こちら経費にはなりませんのでお気をつけください。逆に消費税や事業税は経費になります。もう一つならないものとしては国民健康保険と年金などの支払いも経費にはなりませんので入力間違えないようにしてください。こちらは控除項目といいまして、所得から控除される項目の方で入力することになりますので経費の方に入れないようにしましょう。というわけで経費とは何かと言いますと、自分がビジネスで必要な使ったお金、また売上につながるような支出であること、そして証拠があること、この3つをポイントに判断基準としてください。それでは2つ目の今更聞けない青色白色何ですかについて次のスライドで解説します。次2つ目は青色と白色の違いです。まずおすすめなのはやはり青色申告になります。これどうしてかっていうと、青色申告の方が特典が多い、要はメリットがいろいろと多いんですね。代表的なものを紹介します。今回ねちょっと全てではないのでご了承ください。まず1つ目、65万円の控除です。これは e-tax、 要は電子申告をして申告を提出することで最大65万円の控除がもらえるというものです。そして他のメリットとしては赤字の相殺、赤字の繰り越し相殺になります。要は赤字が出た場合にね、白色申告だとその単年度でもう終わってしまうんですけど、青色申告を使っておきますと赤字を繰り越することができるので、翌年例えば黒字化した時にその金額と赤字を相殺することができるという特典があります。その他にもいろいろと青色申告の特典はありますが、青色申告の方が特典が多いというふうに覚えておいていただければといいと思います。そしてこちら注意点なんですけども、この青色申告にするためには事前に税務署に届け出が必要となっています。ですので令和4年分の確定申告するっていう方はもう事前に税務署に届け出がしている方しか青色申告は選べませんのでお気をつけください。もし自分がねこういう届け出出した覚えがないとか、その届け出をした覚えがないという方は自動的に白色申告となってしまいます。そして同じ過ちを犯さないために令和5年分からは必ず青色申告にしたいという方は、次こそ青色申告にしようということで申告期限までに必ず青色申告にしますという届け出を税務署に提出するようにしてください。これを忘れてしまいますと、また令和4年度と同じように令和5年度青色申告に切り替えることができませんので、必ずこちらの届け出をするということを頭に覚えておいてください。申請方法についてはですね、過去に動画を作成しています。この節税できる青色申告、今年こそ申請しようということで申請用紙の記入方法などなど、いつまでに提出するかなど詳細はこちらの動画で解説してますので、ぜひ見てみてください。そしてこの申告期限までに提出っていうのはいつまでかと言いますと、これは令和5年のね3月15日までに確定申告書を出す時と一緒に青色申告の届出書を一緒に出すというふうにすれば間に合うはずですので、申告期限までに提出を忘れないようにしてください。私は実際今年は青色申告で出せばいいのか白色申告で出していいのかよく分からなくなったってしまった方向けにこちら紹介します。自分が青色申告ができるかどうかの確認する方法があるんですね。これは確定申告のお知らせはがきというものが届いてると思うんですけど、これ税務署の方からもうすでに送付されてると思います。そしてもう一つ青色申告と白色申告の大きな違いとしては、記入する確定申告の用紙が違うということです。これが大きな違いですね。ではお知らせはがきについて次のスライドで実際のものを紹介します。こちらになります。これが確定申告のお知らせはがきになります。このようなはがき皆さん手元に届いておりませんでしょうか。この確定申告のお知らせ非常にね重要なことが書いてありますので、必ずね目を通すようにしましょう。このような感じでピリピリっと開けますと、このような開くとこのような状態になります。こちらにこの利用者識別番号も載ってますので、こちらも重要な情報になりますので捨てないで保管しておいてください。そしてじゃあね、先ほど言った青色かどうかをチェックするため確認する方法はこちらになります。この赤で囲ってあるとこなんですけど、申告の種類という丸のね一番上のところに、ここに青色とある方は青色申告ができる、過去にずっと青色申告で来たという方になりますので、ここで確認をすることができます。その他ね重要な情報こちら載ってますので、必ずこのハガキというのはチェックするようにしましょう。大事な予定納税があるかないか、また振り替え納税利用している場合、要はね口座から税金が引き落とされる場合はどこで登録をされているのかなどなど、重要ポイントがたくさん載ってるハガキになりますので、こちら必ず探し出して手元に置くようにしましょう。そして青色か白色かどうかの確認はこちらのハガキのここからできます。青色と白色は作成する用紙が違うよって言ったんですけど、何が違うのか次のスライドで紹介をします。こちらが青色の方が使う用紙のサンプル例になります。このような用紙を使って確定申告をします。では白色はどういう風な用紙を使うかと言いますと、こちらですね。こちらが白色の申告用紙になります。このように色が違いますので、自分が記入するときに間違いないように見るようにしてください。そしてこちら
らの用紙1票2票とあるんですけど、こちらの用紙は全員共通に使う確定申告用紙となりますので、ね、こちらも用意しましょう。実はですね、今までここの確定申告書 A、B と2種類あったんですが、今年は1種類に統一されましたのでお気をつけください。こちら A、B の記載なくなりましたので変更点ということでチェックの方お願いします。それではね、今更聞けない3つ目、次のスライドで紹介します。3つ目、じゃあどうつけるかっていうことについて紹介していきたいと思います。まずですね、先ほど確定申告の用紙を見ていただいたように、確定申告というのは1年間の売上金額と経費、要は1年間の売上から経費を差し引いて利益、税金を出すっていう解説をしたと思うんですけど、その合計額を記入していかなければならないので合計額が必要となるんですね。青色の申告用紙で言いますと、こちら1回戻りましたけど、ここの欄に数字を記入していくことになりますので、例えば租税効果でしたら1年間にいくらありましたかということで集計、要は合計額が必要になってくるんです。売上も同じく一緒です。その他の勘定、経費の勘定科目も同じく合計額が必要となって記入をしていきます。でもう一旦スライド戻ります。今見たように合計額が必要となるので集計をするという作業は必須項目になります。もちろんですね、経理を日々されている方っていうのは必然的にこの集計がもう楽ですし、要は集計がほぼ終わってるような状況まで来てるんですけど、この動画を見てる方はおそらくそもそもそこまでも行っていないとか、合計額をね今から集計するんですって方多いと思いますので、おすすめの方法を3つ紹介していきたいなと思います。まず1つ目ですね、手書きの集計になります。こちら手書きの集計大変なんですけど、もう時間がないとか会計ソフトなんて使ってられないという方はもう手書きの集計されてる方やはりね多いと思います。また昔からね手書きでね帳簿つけてるんですって方もまだまだ多いんではないでしょうか。この場合はまず手書きで帳簿の記入をしていて、科目の合計を計算機で入れて集計をして、確定申告の先ほど見た用紙に記入をしていくっていう流れになります。手書きで集計していくことになりますので、手計算、計算機も自分で入れると思いますので、必ずどこかしらミスがあるというふうに思っておいた方がいいです。手っ取り早いかもしれませんが、おすすめの方法ではないです。では次、もうちょっとレベルアップして、これはどうですかっていうものを紹介します。これが2つ目の方法、Excel で集計を取るってことですね。要はパソコンで Excel で現金出納帳、預金出納帳みたいな形で帳簿を作って、Excel に合計の集計をしてもらう。要は合計はパソコンにちょっと頼ってサポートしてもらって助けてもらって合計をするってことですね。この場合の方が合計額にミスは手書きよりは少なくなると思います。そしてこの合計を取った Excel で集計したものを確定申告書に記入していくってことになります。じゃあこの Excel で集計するこの帳簿の表どう作ればいいのっていう方いらっしゃると思うんですけど、これ意外と Google で検索したりしますとひな形が落ちています。ですので一からね作る時間ないっていう方はそういうひな形をうまくね検索して使うのもありですし、青色申告にするためのなんちゃらなんちゃらみたいな経理本に付録でダウンロードできますよとか、 Excel の集計表がついてますっていうようなものもありますので、そういったものを探してみて使うというのも一つの方法じゃないかなと思います。そして最後、これが本当は一番おすすめです。やはり会計ソフトを使う方法ですね。もう会計ソフトにひたすら入力していき、会計ソフト上で印刷をするってなるとほぼ確定申告の要素同じものが出てきますので、そちらを印刷して e-tax を使って再度入力して提出するっていうのもいいですし、この会計ソフトで入力をしたらそのまま提出まで電子申告でできるっていうものもありますので、提出までできるということでやはりこちらがおすすめです。そしてまた青色申告のね条件である複式簿記で記載するとか、いろいろ帳簿条件もクリアできるのは会計ソフトになりますので、こちら会計ソフトを使うっていう方法が一番おすすめです。とはいえ今の時期になって一から会計ソフトのね設定や使い方を学ぶ時間がないという方は、やはりこちら一つ目の手書きで集計で頑張るか、またちょっと助けてもらう Excel などを使った集計を使って確定申告に向けて合計額をとにかく取るという方法になるかと思います。そして実際の確定申告に向けて準備編ということで、必要なね e-tax するにはねカードリーダー必要ですよとかマイナンバー必要ですよっていうような動画、こちらの方に確定申告これ用意したということで全体の流れと準備を解説した動画ありますので、こちらの方もぜひチェックしてみてから確定申告向かってください。特に今年確定申告初めてなんですっていう方は、このあたりの私の確定申告動画ぜひいろいろと見ていただけると理解が進むのでおすすめします。そしてもしですよ、今期会計ソフト無理だなと思った時は、令和5年からこそは使えるように今度こそは早めにねしっかりと対策をしておきましょう。まとめです。本日ね動画の内容は、自分で確定申告するって決まってる方、また自分でずっと確定申告してきているから今年も自分でやるっていう方は、もうこれしか方法はありません。自分で確定申告する方は学ぶ、勉強する、知識を入れるです。自分ですると決めた以上しっかりと確定申告を学んでいきましょう。おそらくね自分で確定申告する方っていうのは無料で済ました、要はお金
は払いたくないという方が多いと思います。そして2つ目、まだ税理士など専門家に依頼する余裕がない方だと思います。起業してね、初年度なんですとか、まだ 1,2 年でビジネスが起業に乗ってないんですって方が多いんじゃないでしょうか。そしてもう一パターンとしては、後々の自分のため、要は高額のために自分で1年目をやりたいとか、今回は自分でやってみたい方、要は仕組みを理解して次は依頼しようっていう風に考えてらっしゃる方もいると思います。そういう方向けにね、たくさん確定申告動画出しておりますので、ぜひ見てみてください。そして今言ったように、今のご時世はいいものがありまして、 YouTube 動画というものがねあります。無料で学べますので、皆さん見まくってください。私の動画だけではなく、他の税理士の先生解説してる動画たくさんありますので、ぜひ見て勉強して知識をつけましょう。そしてもう一つありますよね、税務署があります。皆さんね、高いな税金とか思いながらねされてると思うんですけど、税務署もね税金で運用されてます。国のものなので、せっかくね納めているので、うまく税務署に相談しましょう。無料です。電話をかけて聞くっていう、確認するでもいいですし、予約を取って直接ね会場に行って相談するっていうのもいいと思います。少し有料にはなるんですけど、青色申告会とか商工会議所、商工会みたいなものもありますので、そういったものを利用するのも一つじゃないかなというふうに思います。とにかく自分でやろうと決めている方は、しっかりと学んでいかないと確定申告でき上がりませんので、知識はしっかりとつけていきましょうということです。そしてもう一つおすすめがあります。こちら国税庁の確定申告特集というものがありまして、こちらにね動画で見る確定申告とか、こういった方はこういう風ですよというのはね、よく見られているページというので紹介してくれてますので、ぜひ国税庁のこのページ行ってみてください。概要欄にリンク貼っておきます。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。こんな方におすすめっていう風に書いてありますので、読んでみてください。メリットは3つあります。まず1つ目、オンライン上で質問や相談をいつでもすることが可能です。これは Facebook の非公開グループで運営をしております。オンラインね、税理士を味方につけようということでやっております。そして2つ目のメリットです。定期的にサロンズームを開催しています。2ヶ月に1回のペースで開催をしています。これはズーム上で私に直接質問や相談することが可能で、またメンバーとの情報交換会できるということで非常に好評です。そして3つ目、経理税金情報もオンラインサロンにどんどんバシバシ上げております。また税理士の裏側や YouTube や SNS の裏側などもオンラインサロンのみだけに投げておりますので、詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますので、参加お待ちしております。 YouTube へのチャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントいただけると励みになりますので、高評価ボタンもぜひお待ちしております。また私はビジネス書を2冊出版しておりまして、1つがインボイス制度 Q&A ということで、分かりやすくインボイス制度を解説した本になります。そしてもう1冊はですね、自営業フリーランス向けに必要な経理税金確定申告情報を1冊にギュッとまとめた本出版してますので、こちらよろしくお願いします。こちらね3回目重版がかかりまして、今ねちょうど確定申告シーズンということで売れております。どちらも合わせてよろしくお願いします。また私がその他している SNS は、 Instagram がフォロワー3万人、 TikTok がフォロワーが 6.3 万人、また Twitter と Voice もやってます。ボイシーはちょっと YouTube とは違って解説だけじゃないので、私の人柄というかまた違った話してますので、ボイシーぜひぜひ聞いてみてください。ボイシーはながら聞きができるのでとてもおすすめです。移動時間とか通勤時間を利用して耳が空いてれば学ぶこと、知識を吸収できるというメリットがありますので、ぜひボイシーの方にも遊びに来てください。はい、それでは本日も最後まで見てくださってありがとうございます。確定申告シーズンということでね、これからも自営業やフリーランス向けに必要な確定申告に向けての動画どんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。